俺登ってたと思ったらいつの間にか、え、俺いつ下ってた？あ、そうか、こっから来たのか。何も考えてなかった。あ、シャロン出てくんのかい。シャロンやめてくれ。これチャロン聞く？あー、どっちも回復すんな。ちょっと待て待て、これあれだな。アーチェは呪文使うのにしとくか。で、どっちにもこの押し出しは効くから、とりあえずひたすら、あ、押し出して、ああ、いい、いいね。マックスウェル、これあれなのかな？もしかしたらマックスウェルしか効かないから、こう、そっちの技使ったのかな？で、チャロンも空の上じゃなければ、そんなに強くないよね。空の上だと、もう攻撃がグングニルとかいうクソザコ武器が全然敵に当たらなかったせいで、本当に時間かかったからな。はい、で、俺が奇妙な行動をしてたけど、またこっちの部屋に、新しい部屋に多分来れてるはず。来れてるのか、これはルートがわからんが。いいのかな。また鍵かかってる。で、それとりあえずまた押し出しよう。これ、左のやつ左のレッドローパー、またなんかチューチューするよな。チューチューされる前に倒す。なんかアーチ勇ましいな。なんかしらのなんかほうきでぶん殴る攻撃してくれてんじゃん。で、オレンジ組で一旦回復するほどでもないか。そこまでなんか使った気でいたけど、あんまり使ってなかった。んでよ。道？ない。いや、ホーリーボトルの効果そろそろ切れちゃいそうだな。いや、無理してでもさ、どっかの町に、あの、砂漠の陽気な音楽流れてる町あったと思うんだけど、そこに行って、無理してでもさ、ホーリーボトルを、追加で4個分ぐらいさらに買っておくべきだったかもしれない。あー、おじさん麻痺してる。これは良くない。まあ、どの道話し屋でいいか。話し屋でも回復できるから。っていうか、いまだにさ、この話し屋かリキュール使わないと石化とか麻痺を解けないっていうのはきちいよな。ミントがさ、あいつ使えないのか、結局のところ。はい、で、上に登って、あいつの効果が切れたな。あと2つ。こっちはループしそうな感じになってない？大丈夫？え、どこだよ、ここ。さっきの部屋になんかまた戻ってきてないか。あー、ワープしたように見えたけど違う、5体出てきてるんだ。多いな。なかなかの大所帯だな、これは。なぜかマックスウェルの方を使って手前のやつにしか当たってねえんだよな。なんかうまいこと壁になってたな、こいつ。あー、消えやがった。アキサザメの餌食になるかなと思ったけど、アキサザメはちょっと相性が悪いな、こいつ。アキサザメも、このタックル攻撃もどっちも相性があんまり良くない。けど、マックスウェルの効果で倒せる。んでよ、これどっから来た？待て、ん？違う、これ、多分戻ってきたな、今の部屋。はい、こっち。え？もしかしてこいつが、こいつを使って合わせ鏡するみたいなことかな。まあ、一応セーブじゃない、回復だけはしておいて、ただでこの宝をやるわけにはいかないな。貴様の魂と引き換えだ。まあ、なるよな、そういうことになるような気はしてた。っていうか、ただの雑魚じゃねえかよ。イーブルロードっていうのが親玉か。ああ、デミテルの女優互換みたいな見た目してるな。これ、強えのか。なんつったっけ、スペクタクルズで、ちょっと、あー、普通にボスなの、こいつ。火の力に弱い。
や、ヒー倒せるんだったら、ちょっと待って、こいつをまず倒して、ルナとかを使うよりか、まあ、ルナでもそれなりのダメージは通ると思うんだけどさ、212?2000 何本 どっちだ今の。ヘルジム、あー、これはまじ、これは良くない。いや、いい。このままある程度距離を保った状態。しまった。そっか、俺作戦で、アーチェ、呪文使いまくるようにしてないんだ。だからさっきから何もしてなかったのか、こいつ。あれ？こんな弱いん？あれ、一番なんぼ HP あるみたいに書いてなかったっけ？拍子抜けする弱さだった。はい。不思議な手鏡を手に入れました。はい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 、ようやくだ。これで合わせ鏡しろっちゅうことだと思うんだけど、で、こっち行ってないよね。え？セーブがある。いいのこれ。四方八門封印術の紋章が。あ、今のクラスのセリフか。これは4人が4つの方角に向かえて念じることを鍵とした封印のことだ。じゃあ合わせ鏡の部屋まで結局戻らなきゃいけないっちゅうことか。いやでもさ、その合わせ鏡の部屋に戻るっつうことはでも4人でしょ。4人無理じゃねえか。誰かが1人あそこの位置に立ってなさいみたいな指令だったじゃん。で今のさ封印のやつが4人全員でやんなきゃダメって書いてあったけど、いや一回あ何そのギミックを解いてからだったら4人でこっちに戻ってこれるとかなんか。まあそもそもそのギミックある部屋までは4人で行けるのは分かるんだけどさ、いやなんか正しいことができてるのかちょっと分からんよその辺は。まあ、とりあえずミントを回収して、回収しないと経験値の差がついちゃうからな。もうは早いところあの女の元に戻らんとな。この辺のクソザコナメたちも一掃してよ。戻ってきたぞ。誰かと変わりますか。誰かと変わりますか。このおこの選択肢が出てくるってことはつまりそういうことだよね。一旦ミントを回収して、んでそっからだよ。あ、待て、作戦でクラースと、あー、またいるのかあいつら。まあしゃあない。ちょっととりあえずドラゴンナイトを一旦消したいから呪文でどうにかしてもらうしかない。よし、ナイスナイス回復。いや今の回復量でかくねえか。うん、何ケアっていう魔法覚えてたっけ。あ、もう意味ねえ、完全に意味がない。え、これチャロにも効かねえだろ。あー、だよな。あー、ってことでクラースさ、マックスウェル効く。んーで、アーチ無属性だったら効くかもしんないんだよな。あのトラクタービームとかなんか効くかもしんないけど、チャロンの方が空中に浮いてるからもはやその意味をなさないっていうかさ。おうおう、回復。あ、しかも画面からフェードアウトしてるおじさんは回復してくんないんだ。そういう仕様ね。よしよし、いいぞ。でも これで一気にご利用しよう。これくたばるだろ。よしよし。んでソードも手に入れて、やることないんだけどな。はい。んで、あ、ホーリーボトル、せっかくだから使うか。もうカットしてたけど、ホーリーボトルを使ってなかったから、もう敵と戦闘しまくってたわ。で、元の部屋ってどっち？さっきの、こっちでいいのかな？ここにセーフポイントあるってことは、つまりそういうことだと思うんだけど、で4人いる状態でセーブして、あれでも3人の状態でセーブしてたってことはあったのか。ん？3人の状態でもセーブする場所あったっけ。あったか。
で合わせ鏡の間がここかな、ここで重要なアイテムなんじゃないのかな、不思議な手鏡、これここで使うとかじゃないの。合わせ鏡って言ったらでもここ、いやあれか、ここのマップの3枚目あたりのところになんか謎のやつあったじゃん、そこで使うみたいな感じ。ちょっと用途が何かと不明なアイテムが多いんだが、ああそういえば思いっきりカットしてたけど、おじさん新しい謎の技を覚えてくれた。なんだっけな、先行派みたいな名前だったような気がすんだが、これか、関空列派。ちょっとこれでいいか、これも88番まで来たからいいんじゃないか、なかなか育ってる。手鏡が光ってる、うん、鏡の中から敵が、あいつらか、でいつも通り作戦は使いまくれにして、ミントもおじさんの足を速くして、さあ新しい技を使ったけれども、もうアーチに出番を取られてしまったか否めない。あ、何、上に飛ばすみたいな感じの技か。これ大丈夫か、アーチ一人でドラゴンナイトを攻撃してるけど、おお、こっち側に来た。いいね、これパワーゲーザーっぽい動き、たまんねえな。これドラゴンナイト、イーブルロープの方にダメージ取ってる感じはしないけど、おお、オッケー、仕留めた。クソザコナメクジで助かったぜ。ほんで、ルーンボトルをまたいただいて、手鏡と鏡がお互いを映し出して、え？どこ？謎部屋。マジカルブルーム。これ、アーチ最強装備みたいな感じなんじゃないの？上がるね、大幅に上がるね。ルーンボトル、ピオハン。ピオハンってなんだっけ、ピコハンみたいなやつだっけ。ここもう一回鏡調べるべきなのか。この技、押し出しの方が強いな。押し出しで、一回押し出しして、やっちゃった。あれ名前、リキュールか。ダメだ、射程が短すぎる。おじさんの射程が短すぎて全然レッドローパーに届く気配がない。いや、パワーゲーザー上にいる的にはすごい強いのかもしれないけど、距離がな、ちょっとでも離れちゃったら食らわないのきついな。てか、この技とかもさ、その都度使えればいいんだけどな。戦闘中にさ、切り替えみたいのできんのかな？俺が知らないだけで、ホーリーボトルがなくなってしまった。んで、オレンジ組。オレンジ組もまあまあ減ってるね。まあこんなんでいいか。はい、これどこに繋がって、あ、こっちの部屋？え？逆と書かれてる。上下、あれ、上下、右左下上だっけ。じゃあ左右で下上、逆か。ブーブーしか言わなくなったわ。でも最初上だった。
んだよな。はい、なんか開いた。これで、お、宝箱出てきた。黄金の鍵。黄金の鍵とは何ぞ、どこで使うやつだ。もう一回鏡調べれば、はいはいはい、戻って。いやでも黄金の鍵を手に入れたけれどもさ、それを手に入れたのはいいんだが、あーしまった、これえ、今これ敵回復した？なんか敵回復してないか。なに、おじさんどうした、なんか食らったのか。なんかアイアンゴーレム回復したような動きしてなかったか今。おじさんの先空列波が、あ、やっぱ回復してるな。この技はダメだな。だとしてもさ、おじさんの技を変えるっていうのが戦闘中にやっぱないもんな、項目が。ターゲッティング、 Y ボタンでターゲッティングはできるけど、技自体を変えるっていうのはメニューの画面でしか開けないのがやっぱきついな。あー、オッケーオッケー、まあ、うまいこと倒せてるからいいんだが、はい。でこの合わせ鏡は何したらいいんだ。あー、ここでも、はいはい、それぞれの部屋でこれやる必要性がやっぱあるのか。まあ、やる必要性あるのは分かった、待って待って、作戦、いや使いまくれになってるか。なんかずっとぼーっとしてるから何事かと思ったんだが、うん、でも待って、作戦でじゃなくて呪文、くっそが、呪文で、いやなんで使えねえんだよ、ヒール使ってるわけじゃねえだろ今、あのボンクラ。うん、でミント、あ、じゃあ作戦じゃなくて呪文でミントで、まあヘイスト使うほどのやからでもねえかこいつら。と言いつつ使えるんだったら使いたいんだけど使えない。今使えるか。あーんって、おじさん、これそれぞれの部屋に、鏡の部屋にイーブルロードをいて、またさっきみたいに謎部屋に飛ばされるみたいな感じだよな、雰囲気的に。てかさっき飛ばされた部屋さ、その一気にあそこまで行けたのかと思ったんだけど、なんか8つの封印がどうのこうのみたいなことクラース言ってたと思うんだけど、あの部屋の隣の部屋かなと思ったんだよな、マップの感じに似てたから。でもそういうわけではなかったよね。でルーンボトルを多分いくつかいただけるんだろうけど、はいはいはい、ラベンダー来た、1万ガルド、アワーグラス、エリクシール、ホワイトミスト、まあルーンボトルがいっぱいあると思うから、まずラベンダーを上位ご12個もあんの。ホワイトミストってなこれ、マジックミスト、レッドラベンダー、マジックミストはパー、ああもうこれじゃ上がらないと。トラもオートロにしちゃってもいいのかもしれないけど、ソード、ムーンファルクス15個あるけど、これなりロングソード、ああ完全に別なんだ、スレイヤーソード、はい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 、うーんとで、ね、ソード14のやつは完全にいらねえな、なんならもう捨ててもいいかもしれない。いや捨てるのはお金もったいないか。アイテムなんあれだよな、パンパンになってるけど、いやパンパンには なってないか、パンパンという概念がこのゲームにはない。ムーンファルクス今手に入れたやつ2本もあんの。でも射程、うーん、キリ上がるけど月下がるよね。
スレイヤーソードはそんなに強くない。ただ、この世に生きるものただ殺すことのみを、ガンとして込められた、魔剣と呪われそうだよな。呪いという概念がこのゲームにはないと思うんだけど、で同じようにどうせメンバーも同じだろう。でいやそっか、いやうんいいんだよ。召喚とかその他のキャラが栄翔中は来ないってことね。要はいやもうそんなの昔から分かりきってるだろっていうことだけど、もうあえて口にすることで再認識。もうあれだよな、現場猫みたいなことにならないために、まあ、一個一個指差し確認で良しするみたいな、なんかそういう感じだよな、お前は。で、一旦、とりあえず回復してもらって。いや、あのヘルジム、厄介だよね。前に、デミテルだっけ？デミテルか、なんかデミテルのもう一個解放感のやつと戦った時にさ、のどっちかで、あのヘルジャムまあまあ痛いダメージ食らってるような記憶がある。これは誰がとどめを刺したのかもうよくわかんねえな。いやルーンボトルなパンパンになってるよね。はい、んでここは呪文書、いいね。ディストーションを覚えました。ディストーションとはどういうあれなの。まずトーションっていう技すら知らないんだが、それの逆ってことでしょ。無属性、あいいぞこれ。あーニフラム的な感じか。ちょっとこれは経験値入らない可能性もあるから使わん方がいい可能性ないか。これ以上鏡の部屋ってあったな。あれでもここ普通におじさんの姿が見えてるからあんまり関係ない部屋。で厄介なのが残っちゃったな。いやこういう時こそ、ああそうそう、ナースは助かる。ナースは非常に助かるんだけど、あ、マックスよりも非常に助かる。でアーチェさ、いや、こういう敵こそディストーションよ。あ、単体技なん。あ、失敗した。いや、いいね、賢いね。クラス、賢くなった。こいつこんなに賢かったっけ。まあ、自動で判断してくれるのは非常にありがたいよね。でもホーリーボトルがなくなってしまったから本当にしんどいぞこの後の冒険。あーここも普通の部屋だ。あれもうじゃあ鏡の合わせ鏡の部屋ってもうなくねえか。もうこのまま奥に突っ込んでええぞみたいな、そういう感じ。あーでそっか、てか獅子閃光ってもう極めたんじゃねえのか。あーでも俺この技ばっかやってたせいで獅子閃光の方をまあないがしろにしてたからまだ極めてはいないか。ダメージ与えられないからおじさんこれひたすらこのアイアンゴーレムに使い続けるのはドレンに腕押しみたいなそういう状況になるからあんまりよろしくはないんだよな。まあ、それでもパーセンテージは上がると思うから。うわーでもボコられてる。おじさん起きろ。で2回ぶん殴られた程度じゃ HP そこまで減ってないからミントも回復をしてくれようとしてるけど してくれるのか。なんでアイアンブーツを手に入れた。回復すっか。いやアイテムないのきっちいな。あー待って、ミックス使うのもったいないな。もったいないなって言ってるけどもうアイテムがさまだ8個あるか。あーまあこんなんでとりあえずこんなんで様子見だよな。 あともう合わせ鏡の部屋まだあったかな。まあでも合わせ鏡の謎を解いたところでこの後にさ、いやでも鏡の謎、待って待って、
鏡の謎を手鏡で解いた。いや、もう一個ぐらいあったか。そこで8つの封印をどうのこうの解けみたいなのを求められてたと思うんだけどさ、あれは別に、手鏡とは関係ないよね。今のキュアはおじさんに対してのキュアだったのか。で、これダメージ入んないから、ちょっと作戦、アーチェを一回呪文使うなんてして、で、ここでアーチェでディストーション効くかな。バリアーとか使ってるから効かないかもしんない。あー、失敗。いや、この魔法無能だわ。まあ、それに対してこのクラースの有能さよ。やっぱ無属性って強いよね。ポケモンでもさ、ノーマルタイプまあまあ強いじゃん。で、どうだったっけ、この部屋にあったっけ。この部屋は鏡の部屋がなかったか。ちょっともう一回全マップを探索して、鏡のあれがないかを確認した方がいいかもしれない。で、アップルグミをまあまあ消費してるから、ちょっと回収しとくか。これアップルグミだよね。ここのマップになんか上と下にそれぞれあったかと思うんだけど。で、作戦使いまくるにして、で、おじさんもダメージそれなりに食らってるからな。あー、しまった。ドルイドとチャロンがめっちゃタイミング悪い。この無能。アーチの方を呪文使うのにして、これで2人ともくたばってくれ。いやいやいや、もう全部チャロンに1回も入ってねえじゃん。いやいやいや、これこのやつ、あいつと戦ってる時に使いたかったよな。 あいつとじゃない、あのペガサスと一緒に戦ってた時に技が発動できてれば相当やりやすかったなって思うんだけど、まあ、今更それを思ったとしてもどうにもなんねえよな。だから、あのペガサス何者だったんだって感じよね。この後もどっかで出てくんのかな、あのグングリルの使いみたいなやつと一緒にさ。パナシア使うか。今作戦どうなってる。アーチェなんかぼーっとしてるから違うな。アーチェ何もするなになってるから。で、これただテイピース割れるだけだから、そんなに恐ろしい技ではないわ。 HP 割れる方がどちらかというと厄介だからな。まあ、TP は自動で回復するけど、 HP はな、自動で回復しない分厄介だよね。はい、で、押し出し。まあ、一応これで TP は吸われなくなったけど、で、アーチがすごい攻めようとしてるんです。もうその場でこいつ作戦今何やってるの。呪文使えなくらいになってるくせに隊列が良くないのか。こいつを、この辺まで持ってって、十字キーのキックがあんまりよろしくねえな。ほんで、アーチレベルアップ。もうこのマップか、この先はしばらくは合わせ鏡の部屋もうないんじゃないかな。アイテムの枯渇がマジでえぐい。で、とりあえずもう時間もまあまあいい頃合いだから、一旦この辺で区切るかな。まあ、やっぱあれだよな、ホーリーボトルがないせいで円化がマジで鬼だわ。1マップにつき4回ぐらい戦闘になってるっていうのもあって、消耗がね、消耗がとてつもない。で、アップルグミ、そういえばあれだわ、ライフボトルと一緒にアップルグミあった部屋のアップルグミもとりあえず回復してたな。まあ、次のパートでオレンジグミなくなりそうで、このまま上に行っていいのか。あー、で、フードもゼロだから、ちょっと待って、公衆リンも使うか。1000も増えるんだ。いいね、これ。
はい、ということで時間もいい頃合いになってると思うからこの辺で区切るか。カットしてるけど多分マジで時間ちょっと短めかもしれない、いつもよりも。ってことで終えるぜ、次回に続く。